この事故は今年7月、静岡市清水区の静清バイパスの工事中に橋桁が9メートルの高さから落下し、作業員2人が死亡、6人が重軽傷を負ったものです。この事故を受け、国交省は静清バイパスを高架化する工事を中断していましたが、今日、来月から順次工事を再開することを明らかにしました。一方、2026年春頃に予定していた上りの開通は遅れる見込みで、開通のめどは立っていないということです。国交省の事故調査委員会は、事故の原因究明と再発防止に向けて調査を実施し、先月、報告書と再発防止策を取りまとめていました。